バニアは、かつて、東日本フェリーが所有し、北海道と青森県を結んでいたフェリーである。船名は、北欧神話に登場するバニルという親族の中から命名されている。バニアが建造された時、同系の船が3隻建造され、バニアは2番線に当たるが、他の2隻、ボラント、ベーダは、バニアより早く引退した。バニアは当初のヘコーを運航していたが、 1999年4月のダイヤ改定時に青函航路に転配された。2007年9月1日、青函航路に高速フェリー、ナッチャンレラの就航に伴うダイヤ改定によって在来線の便数が減少したことにより、同じく青函航路を担当していたホルスと共に引退となった。しかし、二千七年十一月一日付で小型在来線、ーナに代わって、 青函航路に復帰した東日本フェリーの撤退後は、同じリベラホールディングス参加で、東日本フェリーグループの道南自動車フェリーで、活躍したものの、2008年12月5日青森発、函館業の朝便を持って引退。東日本フェリー時代を呼びわずかながらも、道南自動車フェリー時代で就航していた24年間という、長き営業公開に幕を下ろした。引退後は、 港町不動に開港されていたが、インドネシアのフェリー会社、PT ・ジェムラフェリーに売却された。2015年9月現在、ジャガンタラの船名で運航されている。以下は、東日本フェリー公式サイトに記載されていた、船体、船内設備の案内に基づく。ありがとうございます。